レフリーミスターブラスギー。本日のセミファイナル、渡辺博士、さあスクランブル、さあ緊急本日に試合をいただきました。さあ井口哲也がインフルエンザのため急遽欠場。さあその後の埋めるべく誰よりも早く名乗り出たのがこの大ベテラン渡辺博士であります。さあ渡辺博士がヒートアップのキックをという方の分まで、さあこのシングルマッチ名乗りを上げてまいりました。さあまずはアメリカ渡辺博士、スタンディングのレスリングからしかしグラウンドにいざなっていく渡辺博士。さあしかしアメを倒してまいります。さあこの阿部みのり、現在 UW です。メキシコ連邦のあるこの UW のベルトを獲得してまいりました。さあしかしこの2人のレスリングテクニック、阿部みのりも、さあこの渡辺みのりのグラウンドテクニック、さあ逆に攻め込んでいきたいところでありますが、いつの間にかこの腕を取って首を取っていた渡辺博士。さあ首を固めてまいります。ネックロック。さああえて首投げフランスのようにはいかず首を固めていく。さあ阿部も一度は抜けてまいりましたが、さあこの辺りは渡辺博士の送りました。ボディスラム投げていきましたが、その抱えられた首を再び取って逆にエスケープを奪ってまいりました。渡辺博士。さあ今度は正面からリストを固めてまいります。阿部みのり、さあ逆に渡辺博士も、さあテイクダウンを奪っていったが、今度は阿部みのりが下からヘッドシザース。さあしかしさあこれをボディコントロールでさあ倒立してこの頭を抜けていきたいところでありますが、さあツイストを加えて抜けていった大当たり、見事であります。渡辺博士、さあ渡辺博士にとれば逆にこの阿部文乃人の一戦、現在勢いのある男であります、逆にチャンスと見たか、一気にこの誰よりもこのキャリアを誇っている、さあヒロシ、しかし今度はあれが裏のヘッドロックで首の毛になります。髪の毛掴むなよ。ここで阿部文乃がテイキングをドロップキック。渡辺
左足でしょうか、右手までクロックです。足首を傾けまいります。さあ今度はインディアンですか。さあ終わるぞ、顔面になってる。動くか。だからそれはやめろって。見てるからな。あら、ナックルだろお前。せえ、おら返してみろ、おら。すごい音がしました。このポー。ギボ。さあそのまま。さあフロントのネックロック、ボール体勢カウンターズ。さあリバースネルソン状態から決めてまいりました阿部文則。さあリバースネルソンから、これは渡辺俊樹チャードロップドが手まいります。すげえ血が出てるぞ。さあちょっと上腕に危ない危ないっていく、ご清聴は広く見てください、お気をつけください。さあちょっと渡辺博士足を気にしております。そしてグラウンド状態の渡辺博士に対して、さあドラゴンスクリューからグラウンドドラゴンスクリューが足を取り込め、さあかなり阿部文則一気に攻め立てていく。ほら行くぞ、追ってみろ、ほらまだだ、まだか、ほら。さあ四文字がバッチリと、さあ決まっているぞ。さあしかし逆にこのさあリバースで阿部の足を決めていたら、しかし渡辺博士の足の方がダメージが大きいか。さあこれ逆に振り返したがドロップキック、これがものすごい音がした。 PK 危ないぞ。さあ連続で押さえ込んでいく。さあここヒヤッとしました。しかし再び足を攻めていく。じゃあ止める。偉すぎる愛して、テリーストックは許さないと。渡辺博士、さあその心は折れておりません。足を取って、しかし阿部文則、ローキック、さあ奥に飛んだが、ショルダースルー、渡辺博士。阿部が吹っ飛んだ。さあここでヘッドロックパッチ。さあフックからの強烈なコンビネーションであります。さあワンハンドバックリーカー。さあ、渡
辺博士が逆に渡辺博士のこの膝が痛い、そして阿部文則先ほどのヘッドバットで自らの額を割ってしまったのか。さあまさかの流血戦、行くぞ。阿部文則はこの流血戦ちょっとスタミナが心配かもしれません。10分経過。さあここで渡辺博士がカブラツイスト、コブラツイスト、コブラツイスト、その手が回るか。さあクラッチをするか、クラッチをするか。しかし、さあ場外にも連れていった。1、2、3、4、5、15、16、17、17というのか。上がってきた渡辺博士の、ローリングクラッチホールド、アウトアツ。さあ今のは惜しかった。しかし阿部がエンズイ、いくぞ。さあとグラウンドパンチをかわした渡辺博士が、さあジャパニーズレッグロークラッチ。さあこれはちょっと風が崩れたか。さあ逆に後方回転、さあこれはジャックナイフか。さあ浮き上がっていく。さあそして今度は万事がダメ、オクトパスホールド、渡辺の万事。さあ万事がダメ、万事がダメ。さあしかし何てか形を崩すことで逃れてまいりました。阿部文則、さあ振り返しから、さあ丸めてくる。さあ阿部が支え込んでいく。さあエビが冷めから、あと逆に丸めてくるぞ。カウントはカウント2か、カウント2か、カウント2。さあなんとかギリギリで返した。阿部文則中傷ドライバー、さあここでドロップキック、絶頂ドライバーはさせない。さあ阿部が来るぞ。さあ再びピーチ、さあしかしカウント1つになってしまいました。しかし阿部が揃ってからハイキック、ソフトオープン、ハイキック、カウントは通過、カウントは通過。さあ阿部がグラブパンチ、さあそしてさあマンジに行く、マンジに行く、マンジが取れ。さあマンジがリング中央。さあ阿部のこだわりの、さあ胸のねじ切りの後、